紀元前一世紀頃の遠い諸国と右北平軍の一右北平軍は中国にかつて存在した軍。戦国時代、縁が上谷軍、両洋軍、両政軍、両党軍と共に初めて設置。真の始皇帝が軍建制を施行した際にツバメに倣い設置される。軍地は無州権。前漢の時代になると優秀に属し、平津義、無衆、一世。 延べ寮、旬なびき、ジョム、ジ、ドギン、シロオオカミ、成、厚武、陽平明の十六県を領した。軍地は、平津義県。大毛が審を立てると、それまでの軍県を改名したため、右北平軍は、北順軍となり、県名も一施政県、延べ寮県は、四季武県、旬なびき県は、旬朝県、県は、牧県。 ジョム県は、北淳定県、土銀県、白狼県は、福敵県、夕日県は、夕影県、マサ県は、宿部県、理政県は、敬意市県、広なり県は、平取子県、厚無陽県は、厚し牧県、平明県は、平陽県となった。五冠の時代になると、県の数が減り、土銀、ジョム、春なびき、無臭の四県を漁した。軍地は、土銀県。 剣武25年、右岸族の大人、各明等が五冠に長考すると、三つ竹三は彼らを優秀の各軍に住まわせたので、右北平にも右岸族が住むようになる。精神の時代も、ジョム、ドギン、シュンナビキ、無臭の四県を領した。新女地理士には北平軍と表記されている。八王の乱以降は、千貧族の南部が遠国、右北平軍。 両政軍にまたがって拡挙していた。その後、五個十六国の動乱を経て、北魏が河北を統一したが、九右北平軍のほとんどの県は、両四軍に合併され、北平軍という名は継承されたが場所が東にずれて、両政のあたりに移動した。北平軍を参照。ありがとうございます。